さんこんにちは、大瀬です。今回は先日ついに届きましたこちら、琉球ゴールデンキングス 2022-23 シーズンのファンクラブの特典の紹介をしていきたいと思います。つい先日やっとこさこちらのファンクラブの特典のグッズたちが届きました。今回はこの特典のグッズ紹介と並びに、ゴールド会員に入った特典の紹介をしていきたいと思います。もしよろしければ最後までご視聴並びにチャンネル登録よろしくお願いします。今回届きました箱がこちら、琉球ゴールデンキングスのロゴが真ん中にありまして、こちらの模様が今回、新しいユニフォームの、サイドのところの模様が今回こちらの箱にもあしらわれています。箱の時点でも変わったのは、こちらが昨シーズンのファンクラブ特典で、こちらが今シーズンのファンクラブの特典、もうサイズもいきなり変わっています。果たして今回の特典にはどのようなグッズが入っているか楽しみであります。それではファンクラブのグッズ特典の紹介をしていきたいと思います。最初がやはり目玉となりますレプリカユニフォーム。今シーズンのレプリカユニフォームは原点回帰ゴールドのユニフォームとなっています。そして私がナンバー加工した選手は、今年はナンバー30今村啓太選手の番号をナンバー加工いたしました。今回の数字が前は角張ってたんですけども、今回は丸みを帯びた数字かなと思います。こちらが後ろ側になります。ナンバー30そして今村の名前が加工されています。スポンサーおなじみの沖縄ファミリーマートさんのロゴも入っています。そして今年のサイドはこちらとなっています。前回の一直線の線ではなく、今回はこちらまるで炎を表すかのようなイメージのプリントがされています。琉球ゴールデンキングスの公式サイトからまだユニフォームのコンセプトの説明が行っていませんので、こちらの説明は私の主観の説明となっていますが、私の感想といたしましては、炎を表しており、熱い琉球ゴールデンキングスをイメージしているのかなと思いました。昨シーズンのユニフォームが右手ネイビーのこの9番のところが角張っていましたが、今回は丸みを帯びて、かつ、かっこいいデザインの数字かなと思います。こちらが横のラインの比較となっています。昨シーズンは昨シーズンの良さもありますし、今シーズンは今シーズンの、デザイン、両方ともかっこよくて、今年の琉球の、象徴を表しているサイドラインとなっていて、非常にかっこいいかなと思いました。そして2つ目、こちらがあるからこそ今シーズンの箱が大きくなっていました。琉球ゴールデンキングスの文字が入っています。ハンガーとなります。こちらは実際琉球ゴールデンキングスの選手陣が使っているハンガーでございまして、こちらのハンガーを使って先ほどのレプリカユニフォームを飾ってもよし、さらに日用品としても使えるファンにとっては嬉しい一品となっています。最後にこちらが入会のお礼の手紙となっていますが、早期入会の特典といたしまして、こちら2500円の割引クーポンがついています。こちらの下にシリアルコードが入ってまして、ちょっとそれはさすがに伏せるんですけども、早期入会2500円クーポン、5000円以上で使える2500円クーポンとなっていまして、これを機に新しいグッズを手に入れるチャンスとなっていますので、積極的な活用がよろしいかと思います。以上が 2022-23 シーズンのファンクラブ特典の紹介となります。ユニフォーム、今回はハンガー、そして継続特典といたしまして、チケットの価格がお安くなっているのと、また高校生大学生の方が新規で入りましたら、観戦チケット2枚に、ドリンクのチケット30枚という、これまた新しい特典が追加されています。そして最後にショップのクーポンがついていまして、このショップのクーポン2500円分、5000円以上購入しましたらこの2500円分のクーポンが適用されますので、このクーポンを機に新しいグッズを買うというのもいいかなと思います。また琉球ゴールデンキングスの試合観戦時にも、こちらの今シーズンのレプリカユニフォームナンバー30今村選手のユニフォームを着用しまして、今村選手並びに琉球ゴールデンキングスの選手の皆さんも応援していきたいと思います。本日の動画は以上となります。ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。以上です。